ケー。マックいってマックいってないよ。え、グラコラ始まった？今日28？グラコラいつか29じゃなかったっけ？今日だっけ？今日からだっけ？いつからだっけ？グラコラ。明日からか。明日は行かないと思うけど。でも行こう。明日は行かないけどグラコラ。グラコラはもう絶対食べたい。一番好き。うん。なんだ今日時間分かるものなんかないか。ないな。時計がないよ。ルームは2時間ぐらいする。今日ちょっと長めに。今の時間わかんないけど9時ぐらいかな。11時までやろうかな。何時に始めた？私9時ぐらいじゃない？始めたの9時ぐらいだよね、多分始めた時間59分、うん、ちょうどいいね。2時間11時まで。11時になったらランキングで終わります。ご飯食べたよ、今日も。グラコロ毎年食べてると思う。一回は、その何回も食べないけど一回は食べる絶対。鍋、今日鍋してないですね。鍋じゃない。フグロスタンダードのやつ、去年どっち食べた？去年スタンダードのやつじゃない方食べた気がする。じゃなかったっけな、覚えてないんだけどな、あんまり一回しか食べない。大体一回ぐらいしか食べない。そんな何回も食べるわけじゃない。好きだけど好きだけど、なんかスタンダードじゃない。デミグラスだっけ、向こう。そっちが食べたい。あと米田も出るんでしょ、グラコロ。行きたいね行くか分かんないけど行きたい。グラコロは好きだから。グラコロ食べにくい？食べにくいかな、あんま分かんない。グラコロが一番好きなんだよね。
マックの期間限定のやつで。自分で作るグラコロ強すごいな、すごい。米田大分にもあるよ。大分の米田行ったことない。だって今まで2回しか行ったことないんだよ、米田な、行ったことない。大分のやつは行ったことないです。あるけどね、大分にも店舗。でも2回は、2回って少なくない？めっちゃ少なくない？2回とも1人だね。セブンにもグラコロ売ってた。セブンにもグラコロあるんだ。マックのやつしか知らないグラコロ。結構いろんなところでグラコロって出るの月見みたいに。焼肉ランクじゃないと利益、焼肉無理。逆に焼肉ランク行ったことない、一回もないですね。焼肉ランクじゃない普通の焼肉屋さんで一人焼肉何回かしたことある。でもそんなないけど、何回か3回ぐらい。気にくらく言ったことないんだよね。焼肉ランクのタレ美味しくてびっくりしました。あ、そうなの？美味しいんだあれ。行ったことある？みんな。ライク。グラコロ、グラコロが食べたくなっちゃった。いや、グラコロはね、美味しいから食べた方がいいよ。グラコロ、マックで一番好き。食べた方がいい。土曜日にライク行った？土曜日。最近じゃん。今日火曜でしょ。だから。ふりかけが美味しい。なんかそれなんかさ、卓上に置いてるやつとかが美味しいってこと？ふりかけ違うか？うん？わかんないけど。そういうのが美味しいな。へえ。行ったことないんだよ。ないか。焼肉キング、あ、家族では行かないね。キング家族で焼肉の食べ放題行かない。普通の焼肉屋さん行く、食べ放題の店じゃなくて。あ、漫画盛りね、なんか見たことある。ご飯焼肉ライクの漫画盛りすごいよねあれ。現役しに行くときは焼肉ライク。確かに近くにあるよね、ライク。行ったことないけど、目の前通ったことある何回か。いいよね、いつも通るだけで行かないんだよね。みんなあそこ行ってんの、ライク劇場の近くの。牛タンも一人で行きますか。牛タンの店、牛タンはまだ一回もないかも。
牛タン、うん、なんだっけ牛タン、うん、チェーン店、あ、ネギシ、ネギシ、ネギシも行ったことあるけど、でもなんかメンバーとひなことかとみつおちゃんとかとかとかな、何年か前に何回か行ったことある。一人ではない、ネギシ。でも行こうと思えばネギシ全然行けそう。美味しいよね、ネギシね。仙台行ったことないよ。私東北どこも行ったことない。渋谷のネギシ、渋谷のネギシ、渋谷のネギシ行ったことない。ない、渋谷じゃないところのネギシ。あ、麦とろご飯美味しい、確かに。わかるわかる、とろろね、ね。ネギシ最近行ってないな。最後に行ったのなんかね、いつかな、あれ1年以上前、みとおちゃんとひなこと3人でね、なんかお仕事の、お仕事終わりに行った記憶があるの、ネギシに。だからいつだろうね、わかんないや。そっから食べてない、行ってない、ネギシ。ネギシ大分ないんじゃない、大分は行ったことないからわかんないけど、あるかわかんない。福島イベント行かなかった。福島イベントはね、福島イベントって名前だけど東京でやる福島イベントなんだ。東京で開催される福島イベントだから、あの福島は行ってないんですよ。行ったことないのよ。2回あったんだけど、どっちも東京だから行ったことないです。最初行けるのかなと思ったけど、東京だった開催が、なんか行ったことない。そう、福島イベントだけど、あの東京開催から。行ったことない。東北行ってみたいね、いつか。いつか行きたい。今めっちゃ寒そう、東北。もうちょっとあったかくなってから。今めっちゃ寒そうじゃない、そんななのかな。いや寒そうだよね。まだ大丈夫、本当に。そうそうだけど、来年、うん、春ぐらいちょっと暖かくなってからが良さそうじゃない。まだ氷点下になってないから大丈夫。もうそのぐらいの寒さ慣れてないから。もうちょっと暖かくなってからいいな。来年かな、行くとしたら。行くか分かんないけど、思いては氷点下絶対ならない。なったの見たことない、マイナス。なった、うん、なったの見たことない気がする。え、東京とかでもならなくない、氷点下。なんないよね、多分。一桁台は寒くない寒さなんですよ。確かに寒いよ、一桁台って。え、なる？東京なる？東京なるんだったら大分
もあるかもわかんないけど、あんまね東京と大分の気温って変わんないから、ちょっとあんまわかんないけど、めっちゃ夜とかだったらあるかも、朝方とか1月とかそこら辺だったらわかんないけど、東京であるんならあるかも。東京と大分の気温は言うほど変わんない。最高気温は氷点下最高気温氷点下はやばい、東京でなってたらもうあれだね、もうどこもなるんじゃない氷点下東京で氷点下、最高気温が氷点下になる時が来たら北海道とかやばくない やばいでしょ東北北海道。宮古公園の噴水が凍結するとニュースになる、なんか見たことあるかなそれ、あるかも分かんないけど、今月10日に氷点下になったらしい。あ、もうすでになってたんだ、知らなかったすでに氷点下になったなったらしい、今年冬寒くなってから今季。冬と氷点下になる、冬にねめっちゃ寒いなそこ一回2月ぐらいかな、1月に2月とかそこら辺の時期に行ったことがっていう風に友達と、めちゃくちゃ寒くてやばかった、寒すぎて、なんかもう寒すぎてなんかね食べ歩きとか、いう風にで食べ歩きとかがメインなんだけど、行ったらもう早く帰りたくなっちゃうぐらい寒かっためちゃくちゃ寒かった人多い、あ、湯布院確かにいつ行っても多いイメージある。湯布院は観光地だからあそこ、うん、人多いって言ってもある、そんなめっちゃ多いわけじゃないけど、そんな人がもうスカスカな時あんまないって感じ、観光客がいる。冬の食べ歩き楽しいよ、でも冬はね結構寒い。食べ歩く、湯布院で食べ歩くとしたら湯布院のいろいろある、なんか食べ歩きコロッケ、有名なコロッケがあって金賞コロッケっていう、それめっちゃ美味しいコロッケとか、私は何なんかお団子とか、可愛いお団子があるのとか、あとはねなんかいろいろあるよチーズケーキとか有名、ミルフィっていうチーズケーキ、高いチーズケーキ売ってて、それが美味しい。温泉まんじゅうは逆にないね、そんな有名じゃなくない温泉まんじゅう、湯布院ないと思う。美味しいよミルヒってとこのチーズケーキ、冷たいのと温かいの選べて、温かいのが、なんか冷たいのはでもさよく食べるじゃん、よく食べるチーズケーキって感じじゃん、それも美味しいんだけど、温かい方が珍しいから美味しく感じる、そっちの方が温かいやつ、中がねとろっとしてて温かいからとろっとしてて美味しい。抹茶かな、抹茶もあった気がする確か
卵、温泉卵、いやなんかねそういうのない、あの湯布院のあの食べ歩きの通り、そういうのじゃない、そういうのない、旅館とか行ったら卵ぐらい売ってるかもだけど、わかんないわかんない、旅館行ったことない、湯布院の。楽しいよ、湯布院の食べ歩き。お店で食べチーズケーキ、そこはねテイクアウトだけだった気がする確か。でも外にねちょっと座れるところがある確か、お店の周りってところ。お店では中では食べれないはず。列車？なんだっけ、湯布院に行く列車がなんかおしゃれ。湯布院に行く列車、湯布院の森号みたいなやつ乗ったことないんだよね、あんま分かんないや、名前しか知らない、それかな、湯布院の森号みたいなやつ乗ったことないか分かんないや、名前は知ってるけど。スヌーピーのお店は今も多分あると思う、前行った時あった気がする、スヌーピー茶屋、でも行ったことないんだよね可愛い、メニューしか見たことないけど可愛い、行ったことないけど、あとなんかミフィーのパン屋さんもある、それもめっちゃ可愛い、ミフィーのパンはね、あのこの前湯布院行った時に買った、めっちゃ可愛いパンがいっぱいあった、普通のパンもあるんだけどなんかミフィーの形したパンとかもあって可愛かった、その湯布院の店舗限定のパンとかもあって、湯布院の限定のはねなんかミフィーバーガーみたいなやつで、ね、鶏天がね挟まってた、それ買って、それ買った、それと何があったかな、あとなんかもう一個ぐらい買った記憶がするんだけど覚えてないや、ちょっと前だからそれが可愛かった、それがね湯布院店、湯布院のあの限定のパンらしい、鳥天だから、水戸の名物、美味しかったよそれ。ミガトリ、え違う、なんか普通にミフィの形のバンズに挟まってんの、鶏天が、ミフィーバーガー、耳もパンだから全部パンで、そう間に挟まってバンズの形がミフィー、可愛かった、なんか他にもいっぱい可愛いパンと、でも本当でも普通のパンもある全部がミフィーとかミフィーのキャラクターってわけじゃない、普通のパンもあった、全部がミフィーだけじゃなかった、なんか マヨネーズ入ってたか覚えてない、トレーテンとなんかレタスが入ってたのしか覚えてない、なんかなんかソースみたいな入ってそうだけど覚えてないや、
普通のもある。でまた行きたいな。ミフィーベーカリーみたいな名前だった気がする。めっちゃ可愛かった。京都とかにもあるんだよね確か、ミフィーベーカリー。いろんな場所にあって、そういうなんか観光地みたいなところにあって、湯布院とあと京都もあって、あとどこだろう、あとどっかにもあるわかんない。スヌーピーチャーとかもさ、スヌーピーカフェチャーなんかいろんなとこにあるじゃん。そんな感じでミッフィーベーカリーもいろんなとこある。だからそこのそれぞれでその店舗限定のパンとかもある。京都行きたいな京都修学旅行で一回だけ行ったことあるぐらい、中学生の時、めっちゃ前。また行きたい。パン屋さんのパン美味しいから好き。え、わかる。パン屋さんのパンいいよね。私さ、塩パンがめっちゃ好き。パン屋さんの塩パンとクロワッサン、あと米粉パンも好き私の好きなパン、塩パン、クロワッサン、米粉パン、これあったら買いたくなる。塩パン大体買っちゃうかも。あったら塩パン美味しいよね私の好きなパン、クロワッサンも好き、米粉パンもいいし。だからなんかもちもちしたやつも好きだし。充電がない。クロワッサンみたいなさ、ああいうサクサクっていうの、あれしたパンも好き。どっちも好き。ちょっと充電なくなったから充電器さした。みんな何が好き？あ、メロンパン、ガーリックフランス、いいね。確かにメロンパン、メロンパンのね、上のクッキー生地がめっちゃ好きだなあれいいのね。ガーリックフランスもいい。確かに明太フランスとかも好き。スヌーピーチャイ、軽井沢、小樽、伊勢、京都、あ、結構あるんだ。ミヒベカリも多分そのぐらいありそうスヌーピーチャー今度行ってみようかな。 F1 行った時なんかさ、 F1 行った時毎回食べ歩きがしたくって言ってるからさ、あんまさそういうご飯屋さんに入らなくて、和田さん入ったらだって食べ歩きできないじゃんだからどっちかじゃん、食べ歩きをするかさ、なんかそういうご飯屋さんに入ってご飯食べるかじゃん。だから行ったことなくって、今度行ってみようかな。気になるのは気になるんだよね、スヌーピーチャー。ポンパドールのパン、ポンパドールのパン、わかんない。有名なお店、ベーコンピ、うわー言えなかった、ベーコンエピベーコンエピ、ベーコンエピも好き。わかる、あれ美味しいね。カリカリのベーコンが、なんか端っこのベーコンがさカリカリしてて好きからちょっと生地から出てるなんていうあれ好き。あと最近ね、ミルクフランスが好きなんだ。忘れてた、ミルクフランス。あのなんかさやりん前にさ、ロガールの配信で、さやりんの配信でさ、配信生放送、生配信で
あのそのサイリンのやつに出た時に、サイリンのやつだったから、なんかサイリンパンが好きだからいろんなパン食べるみたいなやつで、そこで初めてミルクフランスを食べたの。それまで食べたことなくってさ、ミルクフランスを、ないろんなお店のパン食べて、ミルクフランスめっちゃ美味しくて、初めて食べてんだよその時にその時に初めて食べて、2種類あって、そのとそこのお店のフランスパンが、なんか生地がソフトフランス、なんか柔らかいのと、うん、結構固めのフランスパンのミルクフランスがあって、両方美味しかった。そっから好き、ミルクフランスが初めて食べたその時に。あのクリームめっちゃ美味しくないミルクフランスの間に挟まってるクリーム、ミルククリームっていうのかな、あれめっちゃ美味しい。パン屋さんたまに行きたくなる、なんか知らないパン屋さんとかたまに行きたくなる、全然知らないところ、そのいつもってわけじゃないんだけど、たまに行きたくなるの、なんかパン屋さんに あ、そう、ちょっと練乳っぽいのミルククリーム、そう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 、練乳っぽいやつ、それが好き、めっちゃ美味しい。美味しいよねミルクラス、でも最近食べてないや。朝パン、朝ね、割とその日の気分で決める決まってない、起きて何が食べたいかに、もう全然パンでもご飯でもない日ある、麺行く日もあるしなんかシリアルとかの日もあるし、朝っぽいけどそれだったら全然、朝から何でもいけるんだよね結構割と。その日の気分だね、起きて何が食べたいかあのキッチンの方行って何があるか見て、冷蔵庫とか開けてさ、であの何食べたいかによって決める。あ、訪れしてる、ちょっと待って一旦止めてまた始めたら戻ったかな。これで戻ったはず。オッケー。たまになっちゃうんだよね。なんか通知でなっちゃう。カフェオレとかで、カフェオレは好きだよ。紅茶だね。ダメなの。紅茶がダメ。紅茶と、なんかなんとかティーみたいな。レモンティーとか、ジャスミンティー。そういう系。ダメ。そう、たまに通知でね、音と映像がずれちゃうことある。なんない時もあるのに。そうなっちゃうんだよね。グリーンティーはいけるよ。グリーンティーはいける。緑茶。ほうじ茶もいける。ミルクティーな、ミルクティー無理だね。紅茶、紅茶、ミルク、紅茶もミルクティーもダメ。でもほうじ茶、緑茶、麦茶、ウーロン茶。そこら辺はいける。トウモロコシ、あ、飲んだ。この前無印で買ったやつでしょ？めっちゃ美味しいね。あと無印行ったら買う。次に2、3本買おうかな。めっちゃ美味しかったあれ。無印のトウモロコシ、あんま売ってなくない？トウモロコシ茶、ひーちゃんからの差し入れのさ、トウモロコシのひげ茶、買った時に飲んだんだけど、あれめっちゃ美味しいんだけどさ、あんま売ってなくない？売ってる？あんま見ないんだけど、コンビニとかで売ってんのかな。
どこで売ってんのヒゲちゃん。どこに売ってるかわかんない。めっちゃ美味しい。無印のはトウモロコシ茶、ヒゲ茶って分かんない、何が違うのか分かんないけど、一緒か分かんないけど。でもねちょっと味違う、どっちも美味しかった、トウモロコシ茶もヒゲ茶も。ヒゲ茶どこで売ってんの。みんな飲んだことある、トウモロコシのヒゲ茶。あれが飲みたいんだけど、どこに売ってるか分かんない。見たことなくってさ、買えたことない、その差し入れでしか飲んだことない。ない、どこに売ってんだろう。ネットで買ってんのかな、買ったことある人。でも無印のも美味しい、無印今度行ったら買う。アールグレイも、アールグレイと紅茶って何が違うの。わかんないんだけど、お前。でもアールグレイもダメ、一緒、呼び方が違うだけ、何が違うかわかんない。あ、ネットで買ってるんだ。あ、新大久保でも売ってるの、新大久保か、行った時に覚えてたら買おうかな。あんま行かないけど、あ、紅茶の中でいろんな種類があって、その一つがアールグレイなんだ、知らなかった。アールグレイもダメだね。でも紅茶全部無理だと思う、多分。ミルクティーも、でもタピオカ屋さんのミルクティーはいけるんだよね、紅茶感薄い。紅茶苦手な人しか絶対に分かんないと思うけど、タピオカ屋さんの紅茶、紅茶タピオカ屋さんのミルクティーはなんかね、お茶感が薄くって飲みやすいから、飲める。でもこれミルクティー好きな人に言っても分かんないから、でも苦手な人に言うと分かってくれるの、だからこれきっと苦手な人しか分かんない、ミルクティー好きな人には分かんないと思う。でも苦手な人はね、分かってくれる。分かるって言ってくれる。だから苦手な人ね、飲める人多分多い、その紅茶とかミルクティー苦手だけど、市販のペットボトルとかのやつは苦手だけど、タピオカ屋さんのはいけるって人結構いると思う、多分。なんか違うんだよ、紅茶苦いからね、紅茶に、いやなんかさ、なんだろうね、あの味も匂いもダメなんだよね。そのどっちもダメなんだよね。ペットボトルとかの方が、ミルクティーとか、紅茶はあんま分かんないけど、紅茶も飲まないから、ミルクティーとかペットボトルの方がなんか匂いも味も強い感じだから飲めない。さんならミルクティー、普通のミルクティーも飲むよ、ほうじ茶とかも飲むけど、ほうじ茶ミルクティーも好きだけど、普通のミルクティー、ゴン茶、ゴン茶、ゴン茶ってほうじ茶あったっけな、覚えてない。ゴン茶はブラックミルクティー飲むの。紅茶のお菓子は、紅茶のお菓子はね、食べたことあるよ、でもね、ちょっと苦手だった。苦手だった。紅茶のクッキーとかさ、パウンドケーキとかあるじゃん、あんまね、苦手だったね、普通の方が好きだった。ワインも苦手、ワイン飲んだことないか分かんないや、ワインって飲みやすいのかな、分かんない。
抹茶、抹茶いけるよ、抹茶好き。ちょっと充電がちゃんと取ってなかったかも。多分今大丈夫、 10% 出てた持ってくれ充電器さしてるから多分大丈夫、刺さってるし。トモカシのひげちゃった、あ、ドンキで売ってんだ。今度行ったら見てみよう。ヒゲじゃね、見たことなかったんだよね、売ってるの今まで。知らなかった。あんまさ、ヒゲ茶以外でもさ、トウモロコシ茶もあんま売ってなくない？売ってないよね。ドンキ行ったらいいさ、ドンキたまに、たまに行くね。あんまないよね、トウモロコシ。じゃあ美味しいけど、定期的にコンビニで売ってたりするけど。あ、そうなんだ。じゃあ見てみよう、コンビニ行ったら電気のさつまいも美味しい。あ、わかる、わかる。なんかのね、美味しい。わかるわ。なんか家族で、あのドンキで買い物行った時とか、帰りに買ってたもん、毎回。焼き芋。美味しいんだよね、ドンキの焼き芋ね。わかるわ。髪の毛の上だってめっちゃ割れるんだけどさ、切ったんだよね結構あ、でもまあ伸びたじゃ、伸びたの1ヶ月ぐらい経つから、ま、ちょっと伸びたのは伸びたかもだけど、そんなに伸びてはないよ。結構切ってるから定期的にそんな伸びてはないけど、言われるけど、定期的に切ってるから伸びたって言われるほど伸びてないんで、11月のさ頭ぐらいに切って、目が1ヶ月ぐらい経つから、まあ、伸びたとしてもさ1センチとか1センチちょいぐらいじゃない、月1ヶ月で1センチぐらいでしょ伸びるのって髪。だからそんな伸びてないよそんな伸びてない。皆さん前髪切らないと。今日切ったんだけど、今日切ったんだけどな、昨日より短いでしょ、昨日より短いから切ってるよ。今日切ったもんって。ウルフはウルフ、かんまりだけウルフ。今日、今日あんまり内巻きにしてないかわかんないけど、ほらレイヤーが入ってる、わかる、ここかんまりだけ。こっちはウルフじゃないけど、ウルフ顔周りだけ残したくって、顔周りはレイヤー入れてる、後ろは入れてないけど。
とね、ここに髪の毛目かかってる。長い髪がいる。何だろう。猫じゃない、弟ですね。猫じゃないです。猫そんなでかくない。上見ながら話してた。でかすぎでしょ、猫。どうぞ。猫は自分で扉開けれないよ。巻いてないからと。弟の方がまだ低い。でもさ、男の子ってさ、高校生で伸びるっていうね。確かだよね。まあだから分かんないけど。もうちょっとしたらめっちゃ高くなるかもだけど、分かんない。メールは多分22時過ぎぐらいに届くんじゃないかな、きっと。送信予約したから。中学で止まった？人によるか。どっちだろうね。どっちタイプか分かんない。今身長同じくらい。誰と？弟と？弟は全然同じじゃない。低い弟のが。一気に伸びる、楽しみだな。どのぐらいまで伸びるか。どこ今何だっけ。トトさんも今ゲームやってないよ。やってなさそう。普通に中学生だから勉強とかさ、いろいろあるから大変そうだから。中学3年間で21センチ伸びた。めっちゃ伸びてるじゃん。 21？ すごい。あの子は YouTube で、弟は YouTube やってない。やってないですね。
もともそんな伸びるのかな、二十何センチとか分かんないけど。あと焼肉ですね。その方中学生だっけまあ同年代ぐらいだよ、違うよ あとは8歳離れてるから今13歳、11ですね。外の方が背はまだ低いよ。一番下だからね、弟が。そう、8歳、一番下で8歳離れてる。弟と今でも一緒に風呂入るわけないでしょそれもう誰かと入りたくないから一人ですよ弟と一緒に入ってたの、弟が赤ちゃんの時ぐらいじゃない？入るわけないでしょ。普段私絶対に一人で入りたいんだけど、誰かとか嫌妹でさえ一緒に入りたくない、一人で入りたい。普通に一人がいいね。温泉とかも、あ、でも温泉行ったらでも仕方ないよね。温泉で一人ってさ、貸し切るしかないじゃん。温泉だったら仕方ないけど。メンバーと泊まった時とかも必ず別に、メンバーと入った入んないよ普通入んないよ、入ろうってなんないし、でもおさんも行かない。うん、おさんも夜もね、疲れる人だっけ。温泉行ったらさすがに疲れるけど、家じゃね、シャワーだけだね。空いてる時間帯は、あー確かに、確かにちょっと遅めとか早め。絶対に一人がいいんだけど絶対に一人がいい。うん、そう、普通に入るときはシャワーだけだから絶対に絶対に。そう、22時だけメール配信予約した、送信予約したから、もうすぐ22時だったら22時過ぎぐらいに届くんじゃないかな、きっと。もう1時間ぐらい経つってことを配信して。はや、ここね時計がないんだよね。だから11時になったら教えて
教えてください。時間が分かんないから。そう、23時お願いします。今57分、ありがとう。あと1時間ぐらいね。背高い、かわいいでしょこの、これ水色、この色がかわいい。チェック、チェック柄。少し黄色、あ、なんかね、緑、薄い緑が、ほら、ここ、ここら辺、だって、ね、わかる？薄すぎてあんま見えないかも。薄い緑が入ってる。ちょっと待って。ちょっと妹が来てた。妹に充電器借りてたからさ。ちょっとこれでいけるか。充電がない。私も。やばい、充電がない。充電器がないよ。どうしよう。充電がない。あと 20% なんだけど。しっかりミュートにするね。モバイル持ってくるわ。ちょっと待ってて。
充電器持ってきた。危ない。あれ充電してたのにさ、やばい、一個しかついてない。なんで？ちょっと待って。はい、これでいけるはず。モバイルの充電器もさした。これできっと持つはず。モバイルの、え、だ、ちょ、モバイル充電なかったから、モバイルの、これ接触悪いな、モバイルの充電も差しながら携帯の充電もしてる。わかる？モバイルの充電もしてる今同時に。充電器のコードだけもあるんだけど、短すぎてね、届かないんだよね、ここまで。だからモバイルを充電して、そのモバイルから携帯に充電中。そうそういうこと。妹から、いや、妹からね、モバイルの充電のコードだけ借りた。コードない。延長コードある、延長コードあるけど、充電器の線が足りないんだよ、長さも。かこれで大丈夫。これさ、充電さしてたんだけどな。これこのモバイル充電器、携帯の充電さしたら1個しかランプついてなくてびっくりした。接触悪かったのかも。まあいいや、今できてる。見方パスする充電ってのに対応して、少しだけモバイルバッテリーの劣化が早まる。したら仕方ないかな。これね、もう結構前のだから、そろそろ買い替えた方がいいかもしれない。普通に
構前に買ったやつ、新しいの買おうかな。モバイルバッテリー、なんか2個持ってたんだけど、なんか1個はねコードも一体になってるやつでめっちゃ良かったんだけど、なんかその一体になってるコードの接触が悪くなっちゃって全然充電されなくって他のコードを挿したらさ充電できるんだけどさ、なんか一体の付属のついてるコードじゃねえ、ダメなんだ、見なっちゃったんだよね。で今のやつはめっちゃ古いから新しく買ってもいいかも。そうついてる系のやつ、そうそう、しかもさあの新しい違うコード挿すにしてもさ、自分が持ってるそのついてるさコードのところ一回なんていう開けてからこう蓋みたいになっててさ、コードの部分が開けてから刺さなきゃいけないから邪魔なんだよコード出してからもう一個刺すみたいな感じにしないとコード刺せる場所が出てこないから、そろそろ買い時かも新しいモバイルを買えってことなのかも。何がいいのかな、なんかさコードじゃなくてもなんかさ iPhone の刺すところだけがついてるやつみたいなのもあるじゃん、なんかもう携帯の下にこうなんていうこうなんていうコードがついてるじゃなくって刺すところだけがついてるみたいな、それも良さそう。あそう一体型のやつ、それも良さそう。何がいいんだろう、そう直接そうついてるやつそのままのやつ、それも良さそうだよね。いや確かに置くだけのやつもあるね。でもあれでしょ、なんかケースが専用のケースがあるよね確か。最新の買おうかな買い替え時な気がするわ。何がいいか調べよう。アンカーのやつ使ってる、アンカーのやつ有名なところだよね、アンカーってね聞いたことある。カバンに置いとくのは直接だけど充電しないからだと少し、あ邪魔なんだあれ、どうしよう。ブラックフライデー、ブラックフライデーいつまでいつまでやってる、アマゾンでブラックフライデーやってるってことか。12月1日くらいまで、えもうすぐ終わるじゃんもうすぐ終わるじゃん、えどうしよう、調べようかな。モバイルバッテリーいいやつ、調べてみるわ。じゃん新しいモバイルあんまかさばんないやつがいいまずね調べとく。電源タップに USB の口ついてるの、電源タップに USB の口どういうことなんか危ない、なんか確かに良さそう、調べてみろ後で。早くしないと終わっちゃうね、12月1日でしょ、
今日は 28?29?30? あと3日、あと3日か。あ、スチーム確かに。いつまでセール。スチームのセールいつまで、いつまであれ、 29? 明日まで。やばい、買えないかも。普通無理かも、スチーム。忘れてたな、公演終わった日に買おうと思ってたのに。あ、買えないわこれ。え、明日まででしょ29って。買えないじゃん、せっかくストローク買おうと思ってたのに。デッドバイデイライトもスマホのアプリでも、あ、ウェブでも買える、ログインすれば。あ、スマホからもいけるんだ。じゃあこの後ログインして、ログインできるかな。スチームでしょ、うん、多分できるか。見てみよう後で。ちょっと値段見て買うか決めるけど、格ゲー面白そうだからやってみたい気もある。今スマホ配信中だからね、さ、あの他のやつは開けない。ストロークと、あとデッドバイデイライト、あれもセールになってんのかな。え、格ゲー面白そうじゃない。めっちゃさ流行ったじゃん、そのストローク出た時にめっちゃ流行ってて気になってはいたんだけど、その時買わなくて、でセールなってるらしいからちょっと興味はあるけど迷ってるんだよね、どうしようかなって。そう、あとホラゲーね、ホラゲーもセールなってるか見て決めるけど、難しそう格ゲーって。だって相手のさ、なんかこうどういう技してく、どういう風に相手が来るかを読んで自分もなんかやるんでしょ、攻撃したりとか守ったりとか避けたりとかするんでしょ。むずくない。コマンド、コマンド、コマンドって何。でもうちね興味はあるんだよね、面白そう。私が向いてるかは分かんないけど。分かんないけど、読み合いと反射神経の勝負できるかな、向いてるか分かんないけど興味はある。ストロークあ、ちょっと後でスマホからできるんだったらアプリだよね、アプリダウンロードして見てみようかな。難しそう、初見プレイって。配信、あと YouTube 配信なんかできそうな面白そうなやつ探しとく。何これ、左、あ、この、なんかこのコマンドのやつすごい、これこれは注射器を右下、右下って押してパンチボタンだ。え、むずそう。え、それを覚えるわけ、すごいな、できるようになるかな、やってれば。そういうのは各キャラにすげえある。え、じゃあもういろんなキャラ使いこなすとか無理じゃない。無理じゃない、なんかさもう一つのキャラ極めるみたいなんじゃないと覚えれなさそう。無理じゃん。できるもんなの、体が覚える、すごいな。でも面白そう。
小龍拳、あ、聞いたことあるわ。もはや適当、適当でいける。ちょっと待って、ちょっと待ってて、一回配信止めていい？ちょっと待っててね、すぐ戻る。1分くらい戻りました、すいません。うん、戻った。よいしょ。猫は出てないよ、猫はゲージにいるから。びっくりした、今一瞬モバイルついてないかと思った、焦る。1分じゃなくて3分、また、あ、ごめん。1分ぐらいのつもりだった、ごめん。あ、今充電見てない、見ればよかった、さっき。飲み物欲しいな、なんか。ないや。オッケー。なんか気管に入ったっぽくて。大丈夫、オッケー。よいしょ。音も聞こえない、すごい、ミュータにしてた。ちょっと、水いいや、治った。今日ヒートテック着てない、今日は大丈夫やった。メール届いた？分かった。置いてあったかそう。そう言われるんだけどね。言うほど変わんない。東京とかと。一緒ぐらいの寒さ、お腹あんないよ。たまになんか大分の時があったかい日もあるけど、逆もある、大分の寒い日もある。まあね、変わんないんだよね。暖房つけ、暖房はねこの部屋ないんですよ。エアコンなくって暖房つけれない。
でタクシーの運転手さんやったらさ、東京と変わらないって理由されたでしょ。そう、変わんないからあんま変わんない。おいつのあったかそうって言われるけど、言うほどね変わんない。なんかもっと南の方行けばあれかもだけどね、鹿児島とか沖縄は絶対違うだろうけど鹿児島とかだったらちょっと違うかもだけど、大分くらいじゃね変わんない変わんないの。この部屋はね、あのリビングとかはあるけど、隣の部屋とここはない。見たとこ、おしまってそんなにか、わかんないけど。いや、もうわかんないけど。そんな鹿児島しょっちゅう行かないから、わかんないけど。もしかしたら違うかもぐらいじゃん。鹿児島だったら。鹿児島、南じゃんか。その、沖縄除いたら九州の中で一番南じゃん。だから。大分だって九州の中で、大分と福岡が北だからさ、九州の中で一番上だから、鹿児島とかに比べたらちょっと寒いのかわかんないけどわかんないけど沖縄はさすがに全然違うと、違うとこだよね沖縄はさすがに、ね、もう全然違うから場所が反射撮影平気かと思った。置いた冬半袖シャツでいたら、冬に半袖シャツは風邪ひくね大分でも普通に寒いから。いや本当に変わんない、東京と気温本当一緒、ほぼ一緒。雪は降る、雪たまに降るよ。でも東京もそんなもんでしょ。東京もさ、だってそんな降らないじゃん。降ってもすぐ溶けるでしょ。そんなに積もんないでしょ。本当に一緒たまに降るぐらいで、降ったとしてもそこまで積もんないみたいな、ほぼ積もんないみたいな、すぐ溶けちゃうみたいな、そんな感じ。降ったら混乱するのが時、確かに人が多いからね、交通機関がね。確かに今天気予報見たら平均 2,3 度鹿児島の方が高い。あれ 2,3 度、 2,3 度ってどうな、結構違うのかな、わかんないやっぱ暖かいんだ鹿児島の方がうん、鹿児島また行きたいな。鹿児島はさ、イベント以来行ってないかも。 KKB
それ以来行ってないはず。鹿児島また行きたい。鹿児島行って、鹿児島もね好きな土産があるのよ鹿児島はカスタード。 KKB のさイベント行った時毎回カスタード買って帰ってた、好きすぎて絶対に。好きなんだよねカスタード。食べたことある？みんなカスタード、そのそれ違う感じじゃないどんぶりじゃないんだけどなんていうのかな、でもなんか、あ、そう、ハゲの月みたいなやつ、そう、なんか似たやついっぱいあるよね、ハゲの、それの鹿児島版みたいな。中にカスタードクリームが入ってる、めっちゃ美味しいんだよ。それが好きで、もうあの鹿児島のイベント出た時はもう一回買って帰ってた、カスタード。いつもあんま時間ない時もあったんだけど、イベントの帰りに急いでそれだけ買って帰ってた。確かにカルカンも美味しいね。一番はカスタードだけどカルカンも美味しい。この前のさ、ソラノンの卒業公演の時にカスタードももらって、ソラノンに久しぶりに食べてさ、めっちゃ美味しかった。あの時にほんと久しぶりに食べた。そのイベント以来行ってないから、鹿児島に買う機会なくて絶対にカスタードだけは、そう、絶対にカスタードだけはと思って、あの急いで買ってたイベントで時間なかった次帰りにほんと毎回買って帰った気がする。カスタードイベント何回ぐらい出たかな、3回ぐらい、そんな出てないっけ、3回ぐらい出なかったっけな、イベント。そんなに出て、毎回買って帰った気がする。カニ肉食べた時に鹿児島行ったりはしたことないな鹿児島もね、そのイベントでしか行ったことなくて、イベントと鹿児島ツアーでしか行ったことないはず。あとないと思う、確か。うん、確か。それが行ったことないしか、鹿児島ツアーが最初だったかな、ツアー、そう、どっちか忘れたけど、イベントがツアー鹿児島ツアーだった気がするな。鹿児島ツアーで初めて行ったはず、鹿児島に。
佐賀行った、佐賀のお土産、佐賀行って何買ってたかな、あ、佐賀錦、そう、佐賀錦が好きな、あと佐賀錦と丸ボーロ、これ丸ボーロがめっちゃ好きで、佐賀錦も美味しい、この2つだな、買ってたの。なんか丸ボーロもいろんなお店、いろんなお店、なんかそれ出してるお店が何個かあって、好きなやつがあってね、それしか食べたことないんだけど、いつもおじいちゃんおばあちゃんがくれてたやつ、それがねめっちゃ美味しいんだよね、佐賀錦も美味しい。スタード1個130円なのにジュックリカード1500円の、あの何あれとかじゃない、箱代とかじゃない、なんかない、お土産結構するのない、なんかまとめて買った方が値段するやつとか、箱代じゃない、1個だったら箱ないじゃん。卵ボロ出してる、丸ボーロ、ちょっと違う、卵ボーロと丸ボーロめっちゃ美味しい、佐賀行ったらその2つ買って帰る、私の好きなやつ。なんか佐賀錦も普通の味となんか抹茶とかもあって、抹茶も美味しい、でも普通の味が一番好き。普通の味がなんかどのお菓子もだけど普通の味が一番好きなんだよね、なんか期間限定の味とか他の味より、一番普通のプレーンの味が一番好き。どれでも。カスタドンの店ドラドンって言ってる、ドラドン何それ、それ知らないわ、普通の味、普通の味、プレーンとか出たさ、他の味があとプレーンもあるじゃん、大体どのお店プレーンが一番好き、どれでも。カヌレは、カヌレもプレーン、プレーンが好きだし、なんかチョコとか抹茶とか他のも美味しいんだけど、ピスタチオとかも美味しいんだけど、プレーンが一番好きだし、あの佐賀錦も抹茶とプレーン、なんて普通のなんかあるんだけど、普通のやつの方が好きだし、プレーンの方が、プレーンっていうのかなあれ、佐賀錦わかんないけど、こっちのが好きだし、プルーンは好きじゃないけど。プルーンは好きじゃないな。そう、プレーンが一番好き。どのお菓子でも大体プルーンってね、プルーンはあのドライフルーツでさ、レーズンってあるじゃん、あのレーズンのでっかいやつみたいな。レーズンちっちゃいでしょ、あのでっかいやつ。わかりやすいでしょ。レーズンの大きいやつ。それがプルーン。レーズンがダメだからプルーンなんてなおさら無理だよ。無理でしょ、レーズン食べれなくてプルーン食べれるの意味わかんないでしょ。無理ですね、どっちも。でも同じ味じゃない、レーズンもプルーンも。無理だね。
フラフルーツね、ほぼ全般ダメなんだよね。干し芋と干し柿はいけるけど、それ以外の、それ以外のドライフルーツ全部好きじゃないな。干し柿美味しいよね美味しいね、わかる。ドライマンゴーもね、なんかそこまでなんだよな。もうドライマン嫌いではないんだけど、別にそんなに好きじゃない ドライフルーツがダメなんだよねそれがダメなんだよドライフルーツ、バナナチップスはいけるかな。バナナチップスでもそんな食べたことない。でもいけそう、バナナチップスだったら。なんかドライフルーツ、なんかなんだっけ、レーズンとかプルーンはちょっと違うけどさ、ドライフルーツってちょっとさ酸っぱいじゃん。いちごとかリンゴとか酸っぱくない？酸っぱいから苦手。でもなんだっけ、プルーンとレーズンは、うん、味が甘すぎじゃないだから酸っぱくなるのが嫌だから、普通のね、普通に食べたいフルーツ、いちごもリンゴも普通に食べたい、ブドウも普通に食べたいんだよね。普通のそのまんまを食べたい。アサイボールはね食べたことない。アサイボール気になってるけど、最近この前行こうとして、アサイボール食べに行こうとしたら、なんかちょうど店閉まっちゃってて、お昼の休憩、お昼の営業終わって、その間のさ準備、何準備の時間、一回閉まる時間で行けなかった。サインボール食べてみたいんだけどな、そっからまだ行けてなくて食べてみたい。いろんなフルーツ入ってるやつで、アサイ自体食べたことない。アサイ、アサイどんな味するのか分かんないけどどんな味するか分かんないけど、ちょっと気になるから行ってみたいなって感じは同じすんだろう、浅いってなるべく早いうちに。え、ずっと食べてみたくって、何年か前か思ってるんだけど、まだ行ったことないんだよね、アサイボール。確かに早めの時間ね、早めの時間に行かないと閉まっちゃうから早めの時間に行こう。ココナッツジュースはあるかな、わかんないよ もしかしたらあるかも。でもあんま記憶にないってことはないかも。アサイスムージーもない、なんかどっちもない。アサイボールもスムージーもなくて、アサイボールが食べたい。なんかいろんなフルーツ乗ってるじゃん、おいしそうフルーツは好き、普通のフルーツは好き。ドライフルーツは苦手だけど、普通のフルーツは好きだからアサイボール食べたい。
時間がいい、朝いい、朝いいですいや朝がいいって言ってよそれだったら分かんないよそういうことね、普通に何も考えてなかったわおかしいなドリアンの飴もらったことがあって辛かった。ドリアンの飴、ドリアンの飴なんてあんの、てか辛いんだドリアンの飴って。ドリアン食べたことないからわかんないけど、ドリアン飴じゃなくても辛いの、ドリアンって食べたことないからわかんないよ食べたことある人いるから、ドリアンあんま変わったフルーツ食べたことない。アセロラは好きだよ、なんかアセロラジュースとかさゼリーとかあるじゃん、あれ好き。なんか小学校の小学校の給食のデザートでたまに出てたアセロラゼリー、あれめっちゃ好きだった給食で出るアセロラゼリーがめっちゃ好きだった。それがね、美味しかったんだよね。でもあんま見ないよね、アセロラゼリーって。食べたいけど、また。給食でしか見たことない。酸っぱくない？ドリアンきつい？え、みんな食べたことあるんだ。意外とあるんだ。ある人少ないかと思ってた。みんなないって言うかと思ってたわ。ドリアンあんま食べる機会なくないないな好き、グミね、フルーツの方のグミ、グミ好き。なんか田舎とかにあるやつね、果物のグミめっちゃ好きなんだよね。ちょっと酸っぱいんだけど、それもめっちゃ好きで食べてた。でも最近ね、その売ってるの見なくってさ、食べれてない。果物でグミっていうのがあるんだよ。罰ゲームよ、ドリアン。え、そんななのいい、臭いんだ、匂い強いんだね、知らなかった。果物のグミ懐かしい、あれめっちゃ好きだったの。おばあちゃんがたまにさ、なんかスーパーに売ってて、それを買ってきてくれてさ、それは私がずっと食べてたんだけど誰も家族誰も食べないから私しか食べないそれが好きで、でも最近見ないよ、売ってないらしい。おばあちゃんが売ってないって言ってた、だいぶ前に、数年食べてないや。それが好きだったんだけど、グミ、果物のグミ。シャインマスカットのグミ美味しそう。シャインマスカットのグミは食べたことないか。家で育てた、あ、売ってんのかな。グミってあれどのぐらいさ育つやつなの、普通に木とかになるやつ、あのどのぐらいのサイズで育つやつか知らないんで普通に木ぐらいのサイズになったら困るんだけどどのぐらいの大きさになるやつグミのなんていうの、グミ育てたグミ、え、そのぐらい好きなんだけどさ、でも育てれるかわかんないな私、なんかあんまやったことないから。小学生の時にさ、みんなでトマト作るとかそういうのしかやったことない
やったでしょみんな、トマト作るやつ。あ、そんな先ほど170センチぐらい、あ、ありだけど、作っても好きだからグミ食べたいし、育てられるかはちょっと不安ではある。不安ではあるけど、でも全然さ、私さ、そういうなんか家庭菜園とかさ、そういうのやったことないからさ、なんか小学校の時にみんなで育てるみたいな、みんななんか一人一個ずつさ、なんか育てるみたいなやつしかやったことない。トマトとかそんなしかやったことない。あー、朝顔とかもね、やってたわ。あったあった。懐かしいな、そんなしかやったことない。グミ食べたいなー、また売ってないんだよね、グミ。普通にネットで調べたらあるかな、売ってるの。食べたい、久しぶりに。今すごい食べたくなったグミが。グミめっちゃ好きだったもん。サボテンとか部屋に置いて、置いてないな、観葉植物ない、全然置かない家に。グミ農家なんてどうやんのやろ。あんまなさそうだね、確かに。グミってさ、あんま知らない人も多いからな。キウイ好きだよ、キウイめっちゃ好き。さつまいも掘りやったことあるような気がする、幼稚園ぐらいの時に。でみんなやるよね、あれね、どこの幼稚園でも。結構やったことあると思う、確か。ビワも好きって言って、ビワあんま食べたことない。分かんないな。いちご狩り行ったことあるよ、いちご狩り一回だけかな、行ったことあるの。めっちゃ食べてさ、すごいいちごでお腹いっぱいになった。初めてそんないちごだけ食べてお腹いっぱいになったの。めっちゃお腹いっぱいになったそれ。いっぱい食べた。みんな練乳好きだからさ、大きい練乳を持っていったのね。結構大きめの、普通のじゃなくてちょっと大きめの練乳を、なんか持って行っていいところでさ、練乳とか自分で。5人で行ったの、家族。お父さん、お仕事だったからお父さん以外で5人で行って、その練乳全部なくなった。みんな好きすぎでしょ練乳。そう、持参して行った。結構大きめのね練乳を持って行ったんだけど、全部なくなったね。みんなめっちゃ好きやが、そんぐらい、そういっぱい食べた、いちご。練乳美味しいよね。確かにいちご、これからの時期そろそろか、いちご狩り。また行きたい、いちご狩り。一回しか行ったことないの。もう一回行きたいな。だから確かにミルクフランス、ね、練乳っぽい味するからな、あのクリームが、挟まってるクリーム食べたいな。ミルクフランスも、またパン屋さん行きたいな。知らないパン屋さん行きたい。全然知らないところのパン屋さん、適当に調べて、全然知らないパン屋さん行ってみたい。知ってるパン屋さんとかじゃなくて。仕事って練乳以外何が、その時はね、なんかほんと何持ってってもよくって、そこ練乳とチョコソース持っていった。私チョコつけてないんだけど、弟がチョコつけてたよ。チョコソース、チョ
そうそう思ってた。でも弟しかつけてなかったいや結局はねみんなね練乳だったわ。やっぱ練乳だよね結局弟も最初チョコもつけたりしてたんだけど、うん、結局練乳つけてたわずっと。チョコソースはだから全部使い切ってない。練乳だけ全部使い切った5人で。うん、練乳が一番だよ。一番でもそのままもいいんだけど、うん、ちょっと練乳が好きだから練乳つけたい何個持ってた。1個だよ1個だけど、でも普通のサイズじゃなくてちょっと大きいやつ練乳持って行ってそれ1本丸々使った気がする。普通のサイズじゃなかった気がするんだよね。違ったっけな、ちょっと大きいのだった気がする。覚えてないけど何年3年ぐらい前にいたの。3年かな。でもそんぐらい前に行って一応割に普通のサイズだったっけな。でも1本丸々使い切ったの覚えてんのそのチューブの練乳、いや缶とかもあるけど大変でしょ大変でしょ、そんな持ってていちご甘いのがいい、絶対に酸味があるやつ甘いだから練乳好きまた行きたいなぁ、いちご狩り楽しかった。めっちゃ食べたよその時いちご。本当にねめっちゃお腹いっぱいになったの、いちごだけで。その前に何か食べて行ったとかじゃなくって本当にいちごだけでめっちゃお腹いっぱいになったお母さんなんてなんかもう一旦いちごいいかなって言ってたわそのぐらい食べためっちゃ食べた。なんか時間制限とかも確かなかったはずで、そこのいちごいちご狩りのところ、だからめっちゃ食べたいっぱい食べた、幸せだったな。あんちゃんいちごいちごだけでお腹いっぱいってまた行きたい、いちご狩り楽しかった。甘なんかいろんな種類あったいちご、あんま覚えてないけど甘はなかった気がする。いろいろあって覚えてない何種類かあってよ、何があったかも覚えてないけどでもいちご狩りしか行ってない。そういうさフルーツ狩り他にもあるじゃん、あ、うん、なんかブドウ狩りとかリンゴ狩りとか。いちごしか行ったことないよ。でもいちごがあれか一番なんかさフルーツ狩りだったらいちご狩りが一番いっぱいあるか。紅葉狩りは違うじゃんちょっと違うじゃんちょっと。スイカゲーム、スイカゲームちょっと違う、食べれないじゃんまた行きたい。もうちょっとしたらいちご狩りの季節だから。もうやってんのかな、まだ早いか。巻いた時はねなんか1月2月あたりで行ったの。いやまだいちごじゃないわ、11月は。そうだ、私の誕生日の時期はいちごの季節じゃないんだよ。そうだった。あ、23時ありがとう。前にねそういちごのタルトが食べたくってお願いしようとしたら季節じゃないから酸っぱいかもって言われたんだった。もうちょっと先か。いちご ランキングを13位から見ます。13位カサさんありがとうございます。12位バトニーさんありがとうございます。11位香港のあるマットマーク許可おいさんありがとうございます。10位ポップ許可タム大好きだよさんありがとうございます。
9位ゲローさん、ありがとうございます。8位ユージャットマーク、教科が世界一美しいよさん、ありがとうございます。7位ティンさん、ありがとうございます。6位ニャホソさん、ありがとうございます。5位フロマンさん、ありがとうございます。4位今日のチャットマーク、今日も明日も明後日も教科欲しいさん、ありがとうございます。3位ラボーナさん、ありがとうございます。2位ペグアットマーク、京香ちゃん僕の太陽さん、ありがとうございます。そして1位がオーマサットマーク、今日も京香ちゃんが可愛かったさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日配信何時にしようかな。明日も今日、明日今日ぐらいの時間できないかも。もうちょい遅い時間、明日はいつも通りぐらいの時間か。今日昼できなかったけど明日できるかな、お昼過ぎ。で微妙すぎるな。夜するかも。できそうだったらお昼過ぎにやるかもだけど、多分夜かな。いつもぐらいの時間で多分すると思います。あ、そう、スチームね、アプリ入れよう。明日までだよね、やばい早くしないと終わっちゃう。セールが、オートモセールが下22日ぐらい、まあそのぐらいかな。多分そういう夜だったら2回配信はしない、1回かな。じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。明日早いから寝ます、早めにじゃあありがとうございました。また明日の配信で、ありがとう、2時間長い間ありがとうございました。またね、おやすみなさい。また明日、バイバーイ。またね、おやすみ。